先輩、監督行きましょう。ふぅ、OK。みんなで解放予告ステーション。あ、解放予告ステーション。おい、一年。はい。監督どこの監督？あっちです。あっち？どこ？はい。解放予告ステーション。え、死刑ですよ。はい。あれ？よ、おい。はい。出てバレたよね。多分バレてると思います。なんで？翔太さん、あ、それバット違いますよ。口やば。ミスやば。なななななな。ウィレスケ。うん、そうそう、グーッとダメだよね。なななな。はい、スケスケリー、お前ら。気がちょっとそうやけども、もうこのチームには温度差が、意識高いやつと、ね、意識低いやつ、熱意がないやつとの温度差が激しい。分かっちゃうと思うけどね、もう方針としてはもう先生は置いてきます。はい、歩幅を合わせるつもりはありません。もう勝手に緩くやっててください。試合で出さんし、必要ないからね、日本のチームに。自分のバットも気遣いなやつおるからね。こいつめーマジでなんなんあいつ、文句やったら直接言ってこいよな。こうなったら意地でも名指しで切れさしたんね。アップで声出ちゃうやつがおる。お酒です。ランの時抜いとるやつがおる。だぜエラーしてもヘラヘラしとるやつがおる。あとと放棄を勘違いするやつがおる。あー、言うと食べてかようね。センサーとの距離感を分かっちゃうやつがおる。はい、なら、ピピピ行きましょう。まあ、ただ、今日はもうふわけってので、もう体力的なもんもあるから、もう一本でよろしい。一本全力でやります。その代わり、おや、負けたやつは罰ゲーム。ピピピ、一番タイム遅かったやつは、ちょっと申し訳ない。パシルみたいな申し訳ないけども、ちょっと遠いけども、サブグラウンドの倉庫にある、ボールカゴ、ちょっと打撃を打ち込みやるから、ボールカゴ4箱、取ってみてください。最下のやつだけ。はい、じゃあ行きましょう。はい。なに？なんだそのご褒美罰ゲームは。つまり、練習から離脱可能。この勝負、もう！マジかよ、クソ、勘弁してくれ。あ、うん、曲聴く？あ、いいです、もう二度と大丈夫です。なんでそこでお前らはな、自分も60秒切りますって言うてくるやつがおらんの。なる。2時、僕も60切ります。ああ、なんで言われてからなの、お前は。すいません。ああ、上だ。僕も60切ります。なんで言われてからなの、自分から言うやつおらんのかよ、言うとんの。僕も60切ります。はい、なる。3年坊主だ。そうだ。嘘だろー。名前はどうすんねん。すいません、ちょっと聞いてませんでした。開いた？おひろ、お前出し切ったんか。さっきの話聞いてたんか。え、すいません、聞いてませんでした。あ、いた。今すぐに。あら、ひょすぎるだろ。お疲れ様。どう、俺らの必殺。
聞いてません離脱や。何も問題。お前もやれよ。やるか、ボケ。俺らもそろそろ謝り行くか。せやな、しんどい目にも終わったことやし。うん。なる。なる。監督さん、今お時間大丈夫ですか？ねえ。先ほど話を聞いてなくてすいませんでした。すいませんでした。疲労困憊の中、意識が朦朧としてしまっていて、もうこのようなことは二度とないので、練習参加させていただき。ちょっと待って。お前ら、ちょっと、うん、その目に終わったら、一回上がれ。うん。で、全員休憩して、水分補給しっかりと。うん。で、次、地獄のノック引くから。地獄のノック。うん。今ので一番地獄のノック。なるほど。全員ね、次の目に地獄のノックね。オッケー、覚悟しとけよ。だから水分しっかりと。オッケーオッケー。はい。ごめん、もう一回。お最初から。先ほど話を聞いてなくて、すいませんでした。すいませんでした。疲労困憊とか関係なく、ただだらけていました。今もそうです。ただだらけています。このようなことはまだまだあると思いますので、もう少し反省させていただいてもよろしいでしょうか。なんで？なる。うまいバレーします。あれ、なんかスカートみたいなやつだぞ。そうっすね。あ、あのおじさん日本代表のスカウトですよ。そろそろ日本代表選考合宿のメンバー招集でしょ。なんでも地獄って呼ばれてるぐらいきついらしいですよ。うわ、かわいそう。なんでこんな集まってんの？あの相手チーム先導の1年生エース八坂圭吾っすよ。日本代表候補の天才投手ですよ。なんか言っとったな、なんかええついておるって、うん、相手投手の球をしっかり見て。おい八坂、しっかり聞かんか。作戦なんていらないっすよ。先輩方、頑張って1点だけ取ってください。ああ、せや、言わせてた。お前らな、今日の試合もし勝てば。俺が1球渡せないっすから。明日の練習オフにしたるぞ。何やあいつら。まあいい、点取り返せ。勝敗したら8個目。よっしゃ、三塁線。くっくっく、うちのショーだ。打撃だけやないぞ。オフがかかったあいつの守備力はプロにも匹敵する。何、あの翔太という選手、打撃だけでなく守備まで。よーし、決めた。この打球をさばいたら彼を自国の日本代表選考合宿に招待しよう。なんだって？大事な試合の日に仮病を使うようなゲームキャラがおる。やめちゃうか、お前先生。邪魔でさ、キリって。翔太さん、次バッターですよ。ああ。投げ行ってこいよ、とりあえず。どうせ打てんやろ。あのね、ホームランのね、たまたまでも打てるのよ。ああ、試合大事なのは守備、しっかり守れるかどうか。日頃の行いが出るのは走塁よ。ホームランやファインプレーなんていらない。シングルヒット一つと走塁ができてこそ実力や。セーフ。すごいな、お前。すごいな。お前よ、頑張れ。頑張って。おや、あー、頑張ってね、翔や。お前見ならよ。あいつこそうちのスター。なる。まあいいか、耐えた。なんじゃおろしやば。わからんよ先生。なあ、しきやろうよ。
もう試合出たやつら、まだちょっとグラウンドな使っていいみたいやから、地獄のノックと走り込みで追い込み、暇すぎやってから帰りましょう。オッケー、はい、準備で。クソだるいって。てかさ、俺ケビオバレてんからさ、こんなんやるべきちゃうくない？掃除してくるけん。そうっすね。うん、そうや、絶対そうや。監督に言ってくる。謝るついて。あの監督さん、ん、あの朝は本当にすみませんでした。ええ、いいよなる。いや、あの今日チームに緩い空気を持ち込んでしまって、なのでこの後は一旦チームから出て球場の掃除を行います。ああ、いよいよ、活躍したよ。あの、ノックとか、入れ。なる。入ってるよろしい。いや、でもやってしまったことなんで、掃除させてください。いやいや、掃除はしないだぜ、今。気にすんな。入れ。なる。いや、でも、自主練の時に怪我をしたって言ったんですけど、そもそも自主練しないです。わざわざ言うの、それは。ええよ。そやな、おちょったし。あと、試合日の日の朝にやるイメトレの時間でイメトレしたことないです。なんでわざわざ言うの？ええよ、あの知らずこれみんなしてない。あと、裏で監督のことをサル王と呼ぶつもりです。事前に言うの？わざわざ事前にまで言うじゃないな、呼ぶつもりで。いいよ、はい。ララ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 ラおい、翔太、お前、同点ホームランぶちかましてこい。えい、しゃあ、いったのかー。しゃーし、頼むぞ、お前。翔太さんが全くタイミングが合ってない。152キロですよ。なる。ダメか、オフ覚醒でなんとかできる次元を超えている。尾形蓮也、とんでもないピッチャーだ。くそ、負けてたまるか。俺たちの明日のために。ナイスボール。セーフ。すごい、先輩方が本気になったらこのチームは日本一だ。ワンアウト三塁、犠牲フライで同点。浅いか、いや、いける。うまい、手をかました。いけるしょうね。ワイルはやっぱり日本一の逸材や。もうこの際お前らのこの試合に勝って何で前に日本一のようや。おや？おや？ねじるお前。いや、なんもしません。見てわからん？今、ええ感じやね、チーム。うん。もう、レイヤー、見つける。なる。大丈夫ね。まだ泣き入れていくな。
なる。おはようございます。お願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、準備するんで、しっかり。はい。はい、これね、と思って、ボールを取って、神戸さんから僕から。はい、出して、出して。神戸さん。はい、ブースです。はい、すまんね。はい、監督さん、うん、今チームええ感じなんでそろそろ出てもいいですか。はい、お願いします。失礼します。これでいい、これでいい、きっとこれでいい、これでいいはずだ、これでいいはず、これしかないもん、これでいいはずだ。お前らや、はい、これね、無造作に太郎くなバカったらよ。はい、はい、すいません。こういうところや。俺だよ。上にかけろ、上にかけろ。まあ汗とかはあると思うから。はい、はい、嘘だろー。何やねん、かけてこい。あれタオルの下に行け。まこっち向け。バルバル、終わった。どうするほんまに。はい、ダメぜどこ隠す。ポケットに入れて走るしかない。ポケットか、パンツの中は。いや、絶対それ走ってるうちにずるって落ちる。いっちゃ頑張ったよ。そうか、ポケットで行こう。人混みに隠れて乗り切ろう。それしかないな。よし、行こうか。はい、で、まだな、ダッシュ自体は流しで軽くでいいんやけども、ちょっとスタートだけ、本番のつもりで、試合の本番のつもりで、ちょっと走塁の意識だけ、ちょっと見たいから、一人ずつ行こう。バババ。一人ずつ、ダッシュ、スタート。試合の本番のつもりで、どんな感じでしたダッシュ切れてるか、先生、しっかり見るから。行こうか。翔太と純と雪村、お前ら、打撃練習から意識高くな、私生活も意識高くできちょるから、お前らのうち誰かからスタートで行こう。はい、行こう。最初行け。バルバルバル。あ、お前ら3人で誰でもいいから、行け。意識高い3人。はい。どうじゃ。いや。僕ら結構意識低いっすけどね。え？なんだって？え？え？え？意識低い。意識高くできちゃったやろ、打撃練習。いや、あんまりなんで、他の奴らからの方が。え？意識低いの？普段から。はい。できちゃらんの3人とも？はい。自らそれ言う？なんで？画像低いんか意識。なおさらお前からやる。ラルラルラル。レッツゴー解放。